FIIO E7 をご紹介させていただきます。 FIIO E7 といえばポータブルヘッドホンアンプでは珍しい液晶ディスプレイを搭載したモデルとなっています。このように電源を入れると FIIO というマークが見えますね。まず各端子を見ていきましょう。そこの部分にはこちらが USB の入力ですね。そしてこちらがFIIO E9 と合体させるためのドックとなっています。こちらは 3.5mm のミニプラグに対応した入力となっています。上を見てみると 3.5mm の出力が2つ、サイドには電源、メニュー、ボリュームの選択のスイッチがついています。こちらの E7 の特徴はまず1つ目はイコライザーで低域の量が変えられるというところですね。このように0、1、2、3と4段階に調節できるイコライザーがついています。0にするとかなりフラットな音で味付けのない素直な音を鳴らしてくれます。反対に3にするとすごく低域の量が増えて低域好きの方でも聴けるようなアンプになっています。低域好き、フラット、どちらの音が好みな方でもお使いいただける万人受けするようなヘッドホンアンプですね。そしてもう一つの特徴が USB ケーブルの入力に対応しているのでパソコンの中の音楽をこの FIIO E7 で聴くことができます。実は DAC を搭載しているモデルなのでパソコンの中の保存したデータを FIIO E7 を通してご自身のイヤホンやヘッドホンで聴けるという機能を持っていますね。入力のセレクトはこのメニュー画面から入っていただいて中で選択する必要がありますが、パソコンの中にたくさん音源を持っている方などもお使いいただけるようなポータブルヘッドホンアンプになっています。 FIIO E7 大変人気なヘッドホンアンプです。大阪日本橋本店秋葉原店にも視聴機がございますのでぜひ店頭で視聴してみてください。